さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2024年3月31日日曜日の生放送でございます。3月もラストということでございますね、はい。ということでアシスタント平子君と、はい、草薙君、はい、お願いします。お願いします。不適切にも程がありますね、本当に。あなたたちは、はい、なんでですか。けしからんですね。いや、え、なんか言ってから引っ掛けて言う言葉じゃないですか。とにかくこれが言いたい。いや、ダメです。言ってから探す。ダメです、ダメです。言ってから理由を探す。僕らがなんか言って、うまいこと、瞬間的に言うやつ。あ、そういうことなんですか。もう、言いたいこと決めないタイプなんでね、決めた日にはもうこういうことになってしまいます。ちょっと、新人じゃないですか。もう今日は、あ、これだけは、絶対に言おう。もう流れも何も関係ない。まあ、桜がね、ついに開花しまして。はい、そうですね。綺麗ね、ほんとね。なんか、いろいろ何箇所かあったけど、あのね、明治通りの、はいはいはい。疲労のね、辺のね、明治通り沿いの疲労の辺がね、すごいこう、なってんすよ。桜のトンネルみたいに。めちゃめちゃ今日綺麗だなと思いました。春感じてますけども。あ、そう。今日は御苑の近くを通ったんですけど、近場の、和菓子屋さんが大行列。あ、そう、はい、お花見ね。お花見それ買ってね、行くんでしょうね。そうだよな。はい、もう、東京だと、まあ上野とかね、うん、まあ大きな公園有名だけど、うん、はいはい、まあ一番パニックになるのはやっぱ中目黒ね。ああ。目黒川沿いのね、はい、細い散歩道があるところね。はいはい、あそこがもう、大変なことになります。そうでしょうね。あの辺には近づくなっていう。言えてます、確かに。ものすごい。さらにね、外国の方も増えたんで。そうそうそう。まあ、東京であそこに近づいちゃダメだね。花見のシーズンは。ああ、確かに。歩けなくなっちゃうぐらいのね。大変ですからね。まあ、そうね。急に暖かくなってね。うんうん。びっくりしますね。今日は記録的、ね、はい、だったみたいな、ね。大変なこと言ってたよ。初めてだみたいな。あ、そこまでですか。うん、ここまでの気温は。過去最高。そうなんですね。3月、過去最高。上着はもう、今日は、暑いコート脱いで、踊りませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。っていうことですよね。ふさわしい日。ね、はい、まさにという。本当ですよ。お前、草薙、主催者みたいな拍手するな。お上手でした。生意気な、生意気な拍手するんだね。よしよし。見ていましたよ、じゃないんだよ。随分生意気になってきた、ほんとね。いやー、だから、草薙も、ちょっと春色のコート着てたね。スプリングコートみたいなの着てなかった今日。あ、はい、ちょっと。着てました。ベージュの。ベージュの。あれは、今月、毎日着てました。冬も冬も先週。なんだよ。ちょっとやめてよ。引、はい、っ掛け問題だ。もう、春先取りしてたのね。ちょうど、季節が良くなってきて。あ、はい、あれを着てる瞬間を見てなかったもんでね。そうですね、確かに。しかし今日は、このラジオ局来てみたら、平子くんはもういらっしゃいましたけど、はい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 、草薙くんは随分遅れてきましたけど、あ、確かに、私はそういうところ厳しいですからね。なぜ遅刻したの、なぜ遅刻したの、いや、まあ、その、君たちはどう生きるのか。いや、ちょっとまだ、なんか、それもなんか言ってからですね。そう。答えを、答えを待ってからだね。なんか言ってからも、それで君たちはどう切るんだって言うべきでしたね。もう思いついちゃう。先に言っちゃう。Release all that stress with our variety program.さあ、こんばんは。太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター、君たちはどう生きるか、有吉弘行です。ここでしたね。響かない、ここじゃないですよ。絶対ここじゃないですね。東京アンゾーモ JFN スタジオからの放送、サンデーネットドリーム、アシスタント、こちらアルコ&ピース平子と宮下草薙、草薙です。草薙ということでね、はい、もうこれお二人、3月ラストでございます、はいはい。
まあ、この2人はなかなか来てくれませんのでね、当分もうお会いすること、年末ですか。いやいやいや、そうですね、年末もまたお世話になるとか、はい、まあ、使い勝手がいいのはね、まあ、あの酒井とか落合とかはね頻繁に出てくるんですけど、イラコ草薙になるとなかなか、あの辺3ヶ月連続ぐらいで出てたりしてましたよね。あれは暇なんだよね、暇な人たちは便利で読むやつ。ラストというか、はい、でもいろいろこのシーズンは長寿番組が春でしょうよね、うん、どっちも TBS でしたけど、うん、はい、世界不思議発見が、うん、昨日ね終わりました、はい、38年ですって、うん、すごいよ、黒柳さんも第1回目からずっと出てますね、ね、草野さんすごい、ね、草野さんもね、東大を首席、東大を首席で卒業しているのに村の相撲を横綱という学生時代は、まあ、陸上をやってらっしゃいましたけど、村の相撲大会で横綱を張るぐらい体力的にも頭脳も明晰という文武両道、すごいですね、体型が真四角ですもんね、真四角ですね、恐ろしい体ですよね。あ、まあ、そんなこと言ってられません、一回ちょっとブレイクしましょう、はい、有吉由紀サンデーネットでの今夜も最後までお付き合いください。さあということでね、あれなんですよ、だから続きだけどね、はい、世界不思議発見ね、うん、終わって、うん、はい、サンデーモーニングも、うん、まあ、関口さん、はい、関口博さんの卒業、うん、36年半だっていう、うん、すごいね、しかも大体同じぐらいの、そうですね、ねえ、関口さんだ、あとは前場貴子さんですよ、知ってますか、あの女性、はい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 、前場さん、うん、同級生、あ、そうなんですね、同級生です、それはやっぱり前場さんの背中を追いかけてますからね、はい、前場さんが頑張るなら自分も頑張らなきゃなという、そうなんですか、そうです、ちょっと聞いたことなかった、あ、そうですか、はい、前場さんやっぱ目標にしてやってますから、僕もいつか報道特集とかやりたいし、サンデーモーニングも前場さんの後私狙ってますからね。あ、後ですか、前場さんの後、前場さん辞められるぐらいに結構もうジジイになってる、ジジイでもいいだろう、年齢のこと言い始めたらね何もできませんけど、ね、ですって関口さんが辞めてさ、今日で最後ですって前場さんとこう、まあ、エール交換し合ってさ、はい、頑張ってくださいみたいなのがあって、はい、うん、あ、じゃあ、まあ、ありがとうございました、うん、言った時にさ、元巨人のメジャーリーガーの上原浩二、はい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 、関口さんあっぱれ、お、ありがとう、 あれがね、これはやっぱり気が利く男だなと思いましたね、はい、いやいや、そう、はい、いいですよね、上原だけだってやっぱ気が利いたのは、うんうん、なんか最近ね、あの、はいはい、スポーツのコーナー上原非常に呼ばれてんのよ、はいはい、やっぱこれね、はいはい、あの気が回るよね、コメントとかもね、なるほど、あ、やっぱそういう、はいはいはい、気が回る男になりたいなと思いますね、 あれ俺だって、俺だって言ってやったよと思ったよ、悔しかったです、悔しかったね、あの場に入れなかったのが勝つです、いやいや、勝つはおかしいだろ有吉君みたいなね、あれとかさ、超超発信のやり取りが、そこでやっぱりね、上原浩二がね、関口さんあっぱれって言った時に、うん、あ、そう、ありがとうって言って、うん、関口さんが嬉しそうで、縛ったのよバッチリ、あー、なるほどね、ああいうやっぱり一言添えれる男になりたいなと思ったね、うんうん、ああ、うん、俺はもう漫才のチャンピオンになることもないし、コントのチャンピオンにもなることはないけどね、はい、ああいう大事な場面で一言添えれる男になりたいなと思ったね、はい、一言添えれるワングランプリ取りたいなと思ったね、一言添えれるワングランプリですか、予選めんどくさそうです、予選めんどくさいだろうね、フリーで参加だからね、一般人もアマチュアも歓迎ですからね、一回戦めんどくさいですね見てられないですね、見てられないだろうね、声小さい、大体みんな一緒あぶれお疲れ様でした先に言われちゃって、ガタガタ震えちゃってね、しまった、かぶっちまったよ
関口さんへの最後の一言かぶっちまうなってそこだけのグランプリですかよかったなと、あれ思いましたね。で林家木久扇さんね、はい、ご師匠は今日『笑点』はいはいはい、卒業という、でございますよね。一度でいいから見てみたいというね、女房がへそくり隠すと。いやテンションちゃんと最後まで保ってくださいなんで飽きたんですか思いつかるんですか。いやいや思い、まあそう、まあ、なんかオリジナルで来るのかなと思ったんですけどただただ間を埋める作業になってしまって申し訳ございません。俺じゃできないですよ関口さんやね、昨日聞いた一言なんてな, なんて言おう、それ終わっちゃいます。そうだな。いやだから草薙もね、はい、平子なんかもそうだけどさ、はい、やっぱりそういう一言添えれる男になってほしいなと思ったよ。あ、なんかね、その花を添えるというかね、はい、川島君が「ラビット!」やめるっていう時一言添えてやってくれよ。じゃ あ皆さん本当にお世話になりました。ありがとうございました。よっキリンやばい、これ何や何や褒めるそんなの。でもキリンだってそれガヤだからね、添えてないよそれは、バカにしてるもん。予選落ちですから、ね、予選落ちも予選落ち最悪難しいから、難しいな。なんでそうですね、アッパレとかワードがね、うさぎラビットラビット、橋本君だって絶対あるからね、うん、そうやってやってほしいんだよ。そうですよね。でもね、そりゃ何忘れた、まあ、最後気の利いた一言でさ、はいはい、嬉しくなるような一言ね。はい、はい、あ、じゃあ私川島明ラビット卒業となります。ありがとうございました。お、ダットのごとくってか、ね、ああ、ウサギのラビットウサギ、ごめんなさい、なんか嫌やな。そうですね、嫌やな。なんか嫌やな。すいません、すいません。そんなこと言わないですよ。うまいこと言い返してくれますよ。そうか、拾ってちゃんと。そうです、ちゃんとちゃんと言ってくれる。それが川島君だな。そうです、そうです。あとはね、これまた不思議な話ね、はい、まあ、春でね、キリのいいところだからいろいろ解散したりとかはあるんだけど、はい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 、お笑いトリオ GAG、うん、ひろゆきがトリオ脱退、はいはい、ひろゆきマーク2に改名してピン活動、うん、どえ GAG どれ GAG ヒゲ痩せ、あの眼鏡の痩せ、あのヒゲでも痩せでも何真ん中の真ん中というか眼鏡ですね。女性役とかをよくやられてる。そう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 、ああ、はい、痩せじゃないね、リカ子とかやる人じゃない人ね。じゃあ違います、はい、じゃあ、ね、眼鏡、はい、あ、でいつも怒ってるヒゲの眼鏡じゃない、ヒゲじゃない眼鏡ですね、じゃない眼鏡、はい、ああ、がそうなんだそうなんですよ。そんなことあるんだね。いやだからね、あのテレビなんかでも見る機会もありましたし、うんうん、意外ですよね。そうだね、うん、まあ、いわゆる東京03でいうと豊本君が抜けるようなもんか、飯塚君と、まあ、そう、メガネで言ったらそうっすね役割的には、まあ、でも豊本的、はい、いやでも結構取りまとめ役っていうか、あ、角田君じゃ、角田さんが一番近いかもしれない。ああそう、はい、ああそう、角田君が抜けるってなると、じゃええー、と思うね。それじゃそうですね。いやでもお笑い好きは結構びっくりしてると思います、うん、はい、そうなんだ、うん、大変ですね、うんうん、あとアマコインター開催、はい、これはまあね、あ、そうだろうなっていう感じ。ああそうですか、うん、はいはいはい、アマ聖子が吉本やって渚はそのまんまって、うんうん、はい、渚はトラック運転手になるのかと思ったらやっぱり吉本興業のまんまだ。いやいや、トラック運転手まあまあまあ、そのね、いろんな雅人さんとね、あ、なんかいろんななんかリフォーム的なものね、うん、あの番組でやって、あ、大工ね、元大工、はい、そうですよね、渚はね、やってますけども。ああそうなんだな、運転手っていうトラック運転手になるの、はい、いやいや運転手にならないですよね、雰囲気はちょっと。あと和牛ね、和牛も、はいはい、発表はもう随分前だけど、そうですね、3月いっぱいで、はいはい、多いですね、多いよね、やっぱこのやっぱシーズンってやっぱ卒業のシーズンってね、やっぱ踏ん切りがつくんだよね、うんうん、若手っていうよりは結構名前がね、そうだね、知れ渡った人たちの解散が、うんうんうん、まあそのままやってりゃまあまあ飯食えるのにっていう意見はあるけど、うんうん、そうはいかないんだよね、はいはい、まあ、そうですよね、毎日顔合わせることだからね、そうです、うん、それはなかなかそれは嫌になっちゃうと、はいはい、それは別れた方がいいと思いますけど、
ね。俺もね、まあもう解散して経ちますけどね、はいはいはい、そうですね。かどう解散は迫られたこととか迫ったことはないの？俺はもう解散してくれって言われた方だからね。あ、言われた方だ。そうですか。俺が解散しようと言ってる、解散しようかなって言うから、はいどうぞっていう。ああはいはいはい。あ、うちは ないですね。ぶっ飛ばしますよ、酒井から解散しようだな。酒井が、ね、平子さん解散したいんだけど。いいよじゃあ今日解散だよ。俺もその話聞きつけたら棒で殴るよ。そう思ってる。何に正気見出したんだお前。うん、つらいけどどうですか。僕らもないですね今のは。はい。お前も感触持ちだからな、なんかちょっとわあもう解散だって言いそうだけどな。言っちゃう時とかありますけど、一回落ち着こう時ある。一回落ち着こうって向こうが言ってくる。はい。もう優しいんだね。だからそうですね。はい。まあ、感情的になるからな、うん、結構そうですね。なんか年々なってってるなっていう。そうだよな、はい、切れる老人っていうのかな一時ブームになったり、はいはい、そういう感じだろうな。年取ればなんか収まってくのかなと思ったらひどくなってくる、なるんだよな。でだからもう老人になる頃怖いよ、マジでコンビニで揉めてると思うよ。あれですかね俺。あ、でも絶対だってなんかおじいちゃんがね、前なんか聞いたのこのラジオで、うん、なんかに苦情を言ってたみたいな。あ、初めてのお使い。あ、そうだ、お前ん家のおじいちゃんな、はい、初めてのお使いに苦情の電話入れたんだもんな。虐待だ、我慢しきれず、はい、だからそういう感じになると近づいてってるな。いつの間にビール値上がりしてんだ。コンビニでいますよね。ああいうふうになる。いや、気をつけないとちょっと。はい、気をつけないと。はい。あとは結構それもあったけど、あとはトンネルズさんがね、武道館ライブ発表ね、はい、11月8日ここ。うん、すごいね。取れないでしょうねこれは。いやー、これ取れないだろう ねえ、どっかでね、なんとか聞きたいですけどね。潜入したいけどね。潜入するっていうとね、ファンの人が怒ります。いやいや、まあ それ用にね、ちょっと裂かれた席もおそらくある、まあ、あるけど ねでもまあファンの人のためにですよね。やっぱり若手じゃないからね、それ見て、はいはいはい、いいね、仕事で使おうかっていうわけじゃないんだから、別に関係者席なんていらねえと思うよね。まあまあまあ、そうですよね。だから若手が単独とかやるときにディレクターさん見に来てくださいとかね、今後なんかつなげるためには準備しますけど。もうさ、そういうさ、サザンとかさ、うんうん、あビッグネームの人たちってさ、はい、関係者席いらないと思うけどね。確かに、本当にそうですね。ね、そうですね、確かに。本当にお世話になった人ね、まあ、ちょっと本当に身内の人は袖でちょっと聞いといてよぐらいのね。あとまあスポンサーとかね、お金出してるとこはまあ多少あるだろうけど、はいはいはい、変なよくわかんねえさ、ディレクターがさ、いやサザンのチケット取れちゃったよみたいなさ、行くみたいな、いらんよお前なんかよ。ファンの人に1枚でも多く渡してやってほしいチケット、うんうんうん、そうですよね。そう思いますけどね。まあトンネルさんのはちょっと一つよろしくお願いします。いや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 。せめてそれですよ。そうね、それで見れたら最高だけど ね、うん。いや、我々世代はやっぱどうしてもね、聞きたいですね。ねえ、やっぱトンネルズはやっぱりドクルもありますけどね。古田新太さんが頭部をぶつけ50針縫うというね、相変わらずの酔っ払いエピソードですけど。そうね、気をつけないと。結構ですね、50針。結構、はい、50針って結構ですよ。まあね、三茶で何回かお見かけしてますけどもね、はいはいはい、姿を。まあ、どうしようがねえだろうな。そんな感じなんですね。今日メールテーマはフリーです。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JF ネと検索すれば大体一番上に出てきます。はい、お願いいたします。一旦ブレイクしましょう。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。A メール、ラジオの東北自動車道 F 栃木。え、草薙さん、はい、スタジオに遅れてきたんですか。まったく不適切にも程が。ここでしたね。これはやられましたね。チャンスあったんですね。待ってね。初球から打っちゃうタイプ。
結構真ん中に入ってくるのに初級の難しい球に手出しちゃうタイプなんでね、すいません。ラジオネームクニックのサック福島 FM。 有吉さんがサンドリを卒業される際にはよっションベンと添えさせていただきます。泣け泣けっつって。いや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 、まあ、盛り下がるよ。よションベンってな。こんなやつのメールなんて読まないからね。いいやつ。いいやつしか読まない。なんでこんなの読まないよ。今までそれで作り上げてきたでしょ。ションベンとアヌスでできてるんですから。ラジオネーム赤い月 F 栃木。フィジカルには定評のある平子さんですが、はい、草野さんに相撲で勝てますかと。いやいや今はねあれだけど、今そうですね、年齢の差もあるんで。プロレスも好きだよね。当時はね、はい、20年ぐらい前ってね、はい、結構芸能人芸人とかがね、はい、格闘技やるような企画の、はい、番組が多くてね、はいはい、俺なんかも結構柔道やってたんで、ね、はい、結構 やってたけど、ね、はいはい、草野さんもね参加してたよ、あ、そんな感じでしたか。ああ草野さんは誰とやったのか忘れたけど、三又とかやった。三又さん、さんね、三又さんもレスリング部だったけどね。三又さんとかに勝ってたな。なんか結構ね、まあまあの中継の芸人に勝ってたよ。力すごいから。すごいですね。ああ、すごいな。ああいうところは草野さんですね。今はもう。まあ、悪いけど、うん、もう俺でも勝てるよマジで。いけますね。まあ柔道経験者、僕はラグビー経験者として、まず小手打をパーンッて、いやそれで金太パーンッて蹴り上げて、打撃ありですか。もちろんだよ。そこまでしないと勝てないです。いや捕まるなら終わる。やるとき徹底的にやんないとお前歯向かってこないようにしないと二度と。いや首太いですよ。でも首太いね。いや首は太いよ確かに。草野さんは顎いってそれで倒れなかったら終わりですよ。グッと掴まれてもう終わり。エドモンド本田サボり掴まれたらもうじゃあ最後です。有吉さん申し訳ございませんって言いながら、有吉さんすいません。バカなのが一番怖いね。怖い。めっちゃ力持ちだからな本当に。すごい人だよ。東大で一番主席、東大の中で一番だよ。そうすごいですね。東大の中で一番でさらに力持ちってすごい。うーん、すごいです。あの時代はね勤勉な人も多かったでしょう。その時代でですもんね。あ、それはすごいよ。うん、俺それは地元に東大の人なんていなかったからね。はいはいはい。東京出てきて下北沢住んでた、はい、下北沢東大近いからね。 あの辺結構東大の生徒いるんだけどね、はいはい、初めてバイト先バイト入った時に東大の先輩いてね、はい、初めて東大の人見た、もう学校行かずにもう麻雀ばっかりやっててね、うん、あそっちタイプ。ボロボロのアパートでもういつもベランダで頭かいてて、芥川龍之介かなあの人。こういう人が東大生なんだ。なんか憧れみたいな、うん、ぽい側の人いますよね。ちょっとね、麻雀ばっかりして遊んでるばっかり。そういう人もいれば草野さんみたいな。うん。いや、東大なんて入れないだろうな俺ら。今から勉強しても確かに。あ、でも芸能人の方ね、ああこれぐらいの年齢から勉強し結構いいとこ入る人もいますよ、ね、いるよね。仕事に困った人たちが。困ったっていうか困ってないですよ。学び直したい方々。ね、曲いけんかい。それでは一曲いきましょう。トンネルズで情けねえ。さあ、今聞きましたけどね、はい、昔はね、はい、石橋下手だからダメだなとか思ってたけど、やっぱ味あるね。めちゃくちゃありますよ。ね、やっぱり素人時代ですね。ノリさんの方がうまいんだよな、はい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 、めっちゃうまいじゃん、はい、ノリさん。うまいですうまいです。今聞くとノリさんの方がちょっとねちっこくて、はいはい、ねちっこいとは思わないですけども、ね、なんかちょっとうますぎて。うまいですよ ねやっぱりね。はい、
石橋下手だなって言ってるけど、意外と高さん。いや、やっぱ。若そうなんだね。高さんの歌。そうですよね。染みます。染みる？絶妙。ノリさんちょっと鼻つく？そんなことは一言も言ってない。ノリさんはノリさんですごくいい。じゃあそうですね。ノリさんが高さんですごくいい。ノリさんが締めてくる。くれる高さんの味が。全然罠にはまんないよね。いや、はまんない。俺が一人傷ついてるっていう。あんま見えてんだもんだって。入んないでしょ、ここ生放送でお送りをしております。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース平子と宮下草薙草薙です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。リニア中央新幹線品川名古屋間の開業は2034年以降の見通し、東京品川駅と、名古屋駅を最速40分で結ぶリニア中央新幹線について JR 東海は当初目指していた2027年の開業を断念し、開業は早くても2034年以降になることを発表しました。何十年やってんだっていうね。やってますね。確かに僕も子供の頃から、はい、俺がちっちゃい頃からもうね、はい、もうすごい待ち遠しいって感じじゃもうないかも。もう2030年。そうですね。もう俺なんてもう、だって60とかだからね。もう、はい、いいよ。G が強いから。G きついわ、リリア。いやいや、G がどんだけのもんかわかんないですけども、でもそうでしょうね。40分すごいですね。もう40分じゃなくていい、うん、G きついから。ゆっくり、 ゆっくり各駅旅行で行きたいですね。 その頃は残念だな、楽しみたかったな。リニア G をリニアの G をいやー、まあね、うん、なんとか安全にね、ね、頑張ってほしいですね。あれプロジェクト X がね、はい、始まるんですよ、4月から、はい、タモリ、あのタモさん、ブラタモリ、はいはいはい、そうなんですね、うん、でだから今俺カネオくんって番組やってるけど、はいはい、カネオくんの前がプロジェクト X、 そうですか、そこの前予告やってたんよ、まあ、今までの振り返りのやつと、はい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 、今度一発目のやつ、うん、東京スカイツリー、うん、めっちゃ良さそう、内容、あ、じゃあ、まあ、あれもだ立ってだいぶ経ちますけども、うん、じゃあその、まあ、計画だったり、その難しさ、そう、あれ、はい、3.3 箇所を起点にしてどん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 真ん中に棒が1本立ってるんだけど、はいはい、あと周り3箇所ね、はいはい、どん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 立てる、その3箇所がさ、はいはい、違う建設会社なんだよ、そうなんとか組、なんとか組、なんとか組って、あ、そうなんですか、それでだから争うんだって。なんだよ、あそこの組遅えな、はいはいはい、早くやってよみたいな、はいはい、職人同士で螺旋でつながってますもんね、うん、めちゃくちゃ面白そ う, 面白そうだな。腕揉めて、はいはい、結構一つそういうのは得意じゃないところのチームが、はいはいはい、やっぱちょっとずつ遅れていくんだけど、はいはいはい、お前あれよ、でもうね、職人もね、もうやめます、俺いいやとか、やどんどんやめていくんだって。はそれがね、やっぱり、ね、あのノミニケーションで解決した。面白い。これ一回みんなで飲み行こうぜって飲み行ったら、お前とこせえなみたいな、はいはいはい、どうしたらいいんですかね、はいはいはい、みたいな、飲みの場で、ちょっともう見たいだろ、熱いっすね、熱いのよ、めっちゃ面白そうで、今になったから話せるんでしょうね、そういうのも、いや、ね、楽しみです、めっちゃ楽しみ、それプロジェクト X。 スネイDreamer. 引き続きニュースです、はい、続いてはこのニュース。浜村淳、朝の帯ラジオ50年完走。ありがとう、浜村淳です。そうですね、はい、大阪 MBS ラジオの看板番組として50年にわたり愛されてきた浜村淳さん89歳が、89、パーソナリティのありがとう浜村淳です、浜村淳言ってますからね。平日レギュラー放送が29日をもって幕を閉じました。
1973年4月の放送スタート以来丸50年、ゲストは大御所から新人まで延べ1万人以上が出演したそうです。すごいよね、もう治外法権っていうかね、すごいラジオですね。すごい猿岩石ね、やらせをやってましたけれども、そんなこと言われましたぐらいのね、まあまあそれぐらいのことばん、はいはいはい、ね、もう違うけど別に、ネットニュースがどうあれ別に関係ねえよそうですよね、別に浜田さんが何言うと ね、もう浜田さん何を気にするか、面白いラジオですね、すごいよ ね、生まれる前ですよ僕がもう、そうだね、はい、50年俺ほぼ俺と一緒ぐらいの年ですから、そっかそっか、延べ1万人以上ゲスト行ったことあるんじゃないかな、89歳で、ね、もう喋りだけで言うと全然まだまだ、よ、本当にすごいよ、もう滑らか縦板に見せてね、まあ89歳、まあそろそろね、更新に道譲っていただいて、まあ、ゆっくりしていただき、ね、ご本人ご、ね、お元気そうな、ね、お写真ですけども、かっこいいよね、かっこいいですね、ヒョウ柄のお召し物、ね、大阪のおばちゃんみたいな、ね、まあまあまあ大阪ですからね何よりまあ元気っていうのが一番だね、やっぱり ね、まあ何あれ本当に、もうリニアも楽しみにしてそうなぐらいなね、本当だね、もう潰れて死んじゃうんじゃない、潰れて、そんな気じゃないですよリニア、 G がないのに早いみたいなことじゃないですか、わかんないですけど潰れて死んじゃうって何ですか続いてのニュースです、続いてはこのニュース、映画マッドマックスフュリオサ5月31日日本公開決定、通算5作目となるマッドマックスシリーズの新作マッドマックスフュリオサの公開日が5月31日に決定しました。2015年公開のマッドマックス怒りのデスロードで第88回アカデミー賞最多6部門を制してから、今作は前作の前日談、女戦士フュリオサの若き日を描いた作品となって、最高だった前回マッドマックス、まあ昔から見ているけど、まあとにかく前回の怒りのデスロードがめちゃめちゃかっこよくて、もうマシンとか最高でね、すごいですよね、あもうデザインが、ギタリストがギターかき鳴らすやつね、ねあれ鉄の車の前でね、妹誕生のファッション、はいはい、かっこよすぎて、すごいっすね、内容を覚えてないけどね、確かに水が貴重なことぐらいしか僕も覚えてない水を求めてなんかずーっと走ってるってそれだけの話でしたけど、そうですね、ただただなんかめっちゃ面白かった記憶がある、面白かったです、ね、次も楽しいです、とにかく内容どうでもいいんでかっこいいマシーン出してほしいなっていう、それだけです私は、よろしくお願いいたします、はい、コーナー行きましょう、あメールちょっと行ってみましょうかね、ラジオのタイマニア FM 栃木、一緒に暮らしていない娘と2年ぶり旅行に出かけたんですが、車でもらい事故をしてしまいました。幸い怪我はなかったんですが、車は劣化。明日の帰り道は足がありません。春ですね。そうなんだ。そうなんだとしか言いようがない。いやまあ お怪我がなくてね。一緒に暮らしてない娘と2年ぶりにっていう入りからしてもう嫌だなと。久々にね会えて。うん、久々の旅行だったんでしょうか。暗いメール送ってくるなよ。いやでもアホ。早っ。ちょっといいですか。ちょっと浜村さん。浜村さん。浜村虫が。そんなこと言います。さすがに言わないでしょう。ご無事でね、よかったです。ラジオネームフクロウの罪で、FM 長野、新潟県糸魚川市の翡翠海岸に行きました。翡翠が拾える海岸なんですが。これはと思う石を数個拾ったものの、鑑定してもらったら全部ただの石でした。靴をびしょびしょに濡らして帰りました。水虫怖いです。あるんだねあれね。あ、はい、俺もあれで言ったな、なんか関西でさ、ガリバー君っていう番組があったんよ、なんかね、ヒッチハイクしたりね、はいはい、人んちに泊めてもらったり、はい、結構ハードな、はい、勝った方はじゃんけんして勝った方は豪華なホテルに泊まって、うん、負けた方がそのガリバー君っていう辛い旅するっていう企画ね、うん、本当に嫌だったけど、はい、それ来ましたよ翡翠海が、めっちゃ翡翠みたいなの落ちてるけど、まあ本当ゴミみたいなもんばっかり、
そうそう見つかんないって、ね、そうそう見つかんないみたい、まああるんだろうけどね、うん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 、高価なものはないよね。あ、なるほどね。なんか高価な石取りたいな。俺子供の時山に水晶が埋まってて、水晶を結構みんなで取ってたのよ。ああいうのを今でもやりたいっていうけど、今はテレビとかでやろうとするとやっぱどうしてもね、土地の所有者 の、はいはい、あのあれがいる。小学校、小学生特有のもんですよね、はい、やっぱり水晶を盗みに行く、はい、小学生だからこそ許される。そうですよね。でしたよね。あ、石とか欲しくなる。俺石って結構ね欲しくなっちゃうな。わかります、わかります。アメジストみたいな大きなあるじゃん、紫の、はい、あります、ね、あるじゃん、はい、とかパワーストーンやとこに行ったら、はいはい、憧れます。でもあ、意外と好き。結構お金持ちの家とかロケ行くとあるね、玄関に大体ありますよ、うん、大体あるね、うん、派手な占い師ね、はいはいはい、派手な占い師の後ろに置いてあるね、はい、紫の石置きますよね。箔つけようと思ったそういうつもりなんです。お前に箔がないからな。いやいやいや、石で箔つけようと思う。それが買えるっていうぐらいのね、素晴らしいそのね結果を出してるから浜村節がちょっと続いてしまう。浜村淳さんそんな風に言わないでしょ。コーナー町の賢者あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます、ラジオネーム三平 FM 長野。世界不思議発見最終回3時間スペシャルの新聞欄、新聞のラテ欄を縦読みすると、38年ありがとう、今後は皆さんがミステリーハンターだという素敵なメッセージが浮かび上がるとのことで、縦読みとか伏線回収とかが大好きなネット民どもが大騒ぎしてました。勃起するほど感動した。秀逸すぎるやろ。とんでもないサプライズや。天才的な演出やで。正面漏れたわ。嘘やけど。ミステリーハンター万歳。何遍でも録画見るぞ。やっぱ草野って顔でかすぎな。強いぞ。喧嘩も草野ほんまに強いぞ。関係なくなっちゃった。多分最強の80代や。うん80? 嘘やろさて、勘がいい人は気づいたと思いますが、私もこのメールにメッセージを込めています。有吉さん、お手数ですが、今のメールの頭文字縦読みしてください。 お願いします。ポシュートテショーミナンヤツタン。ポシュートテショーミナンヤツタン。ポシュートテショーミナンヤツタン。ラジオのロンより証券大です。 FM 長野。タレントで女優森かすみがアベマの Z 世代ハイティーン向け番組、うん、ハイティーンバイブルに出演し、うん、男性から借りた服を返却する際自分の香水をつけると告白、うん、理由を聞かれ、服にその子の匂いするなと思ったらキュンとしません？匂いって唯一五感の中で脳とつながってるんですよ。だから本能に語りかけるのと返答、うん、これに対して BTS の後輩グループ NTEAM の春と滝はドン引きしながら苦笑いしていました。春滝、お前らの代わりにな、俺がガツンと言ってやる。そんなことされたらしこるに決まってるだろ。私の匂いを嗅ぎながらしこってくださいってメッセージだろ。ね、時代に合ってない？はい、合ってませんよ。なぜなら僕は Z 世代ではありません。アラサーの激しこ世代です。今日もしこって日本を元気に、クールジャパン。激しこ世代。メキシコみたいに言うね。言ってないですよ。こうなんか借りた服にさ、はいはい、香水つけるみたいな感じね、うんうん、なんか俺らでもさ、はい、昔ね、俺だって20代ぐらいの時はファンの人がいたからね、はいはい、そういう時なんかにもらったもんに香水がついてたんだよね、うん、箱に。あ、うわ、嫌だなと思ったよ。あ、気持ち悪いと思う。
あ、香りってまあね、嬉しい人は嬉しいほどやっぱり逆の人はねより敏感ですもんね。お手紙とかになんかお手紙とかにちょっと匂いなつけるしてますよね。うわっと、はいはい、何これ匂いついたらどうすんのと思っちゃう。草薙ファンいるの？ファンレターみたいなのもらった時に、香り、はい、ファンいます。すげえなお前。いるでしょあなたも。マジいない。います。マジいない。いいマジでいない。います。いやいや昔みたいなね、うん、その距離感の近いファンの方っていうのはね。新助さんが言ってたよ、はい。ファンもいないのに頑張ってるやつが本物だって。確かにそうです。いいように取ればね。そうなのかもしれないですけど。ふざけんな。ね、ラジオネームエスロ F 長野。北海道札幌市で26日40代無職の男性が串カツ店の壁を蹴って壊すなど建造物損壊の疑いで逮捕されていました。男性は一人で食べ放題コースを楽しんでいたが注文方法をめぐって店員と揉め事に、レジで飲食代金を支払い店を出る際壁を蹴って壊したそうです。どうしたんだよ、無職こそ紳士であれよ。ただでさえノージョブってだけで世間から厳しい目を向けられているのに、無職が事件を起こしてどうするんだ、うん、こういうニュースが出るたびに俺たち真面目な無職がバカ見るんだよ。俺いつもお母さんのお手伝いちゃんとしてるし、お父さんに余ったれるな自立しろってぶん殴られてもハローワークに行かないし、おばあちゃんが私は可愛い孫の味方だよって言ってることに甘えてお小遣いもらってパチンコとか競馬を謳歌してる。こんなに真面目に無職やっていても近所の人たちからあることないこと好きかって言われ続けるんだよ。だから無職が事件を起こすと次はあいつも変なことするんじゃないかって噂になってな、数週間めちゃめちゃ肩身が狭いんだよ。有吉さん、有吉さんからも言ってやってくれ、無職こそ紳士タレと。そしてせめてこの番組を聞いている無職たちだけでも約束してくれ、絶対に仲間の迷惑になることをやらないと。俺も絶対にお母さんのお手伝いサボらない、ギャンブルもお小遣いの範囲で楽しむ、ニュースになるような人に迷惑かけることは絶対しない、これからも無職であり続けるために努力を怠らない。全国の無職たち、これからは俺たちの楽園守り続けよう。最後にもう一度皆さんご一緒に、無職こそ紳士だ。いい加減してよ、言えるわ、働いてください。以上さあ有吉サンデーナイトドリーム1時間経過というところでございます。ラジオネーム福は部屋干し FM 岩手。リニアくらいの速さになると人間の視覚が追いつかないので乗り物酔いを防ぐために景色は見えないようになるそうです、東海道新幹線のように富士山楽しむ余裕はなく単純な移動をした、まあ、場所も場所だからね、まあ、ほぼトンネルというか感じだもんね、うんうんうん、ああ、いやだからやっぱり俺は楽しめないと思うね、60歳で G 受けながら真っ暗って、はいはい、拷問じゃん。ちょっと怖いですね。確かにそうなると40分は長いですね。40分もうずっと MRI 入ってるようなもんだろ。ああ、じゃ怖いよなあれな。音もまあまあしね、まあ静かなんでしょうけどね。に比べるとでもそれもまあ不気味な人は不気味かもしれないね。そうだね。音がないっていうのも。40分だからどうせ弁当とか食う余裕もそんなにないだろう。なんかね、確かに景色なしで食う弁当っていうのも味気ないかもしれないですね。なんか本当になんか未来の乗りポッ、うん、なんかポッ移動ポットみたいな感じだね、はいはい、なんかね、はい、そうですね。あちょっとどうかね、ラジオに俺ん家でゲームしない FM 沖縄アリさん、悠々白書で浦飯雄介の声優を務めた佐々木望さんは仕事と両立しながら2年間勉強して46歳で東大に合格。へえ、すげえ。お三方も2年勉強したらもしかしたら東大に受かるかもしれません。いやこういう人はもともとめっちゃ賢いんだろう。そうそう、東大行ってないだけっていうね。そうそうそう、元があってですよ、ね、俺らみたいな高卒のさ、うん、おじさんじゃ無理だろう。もう分かんないです。僕小5の娘に、うん、
宿題教えられないですもん。いやそうだろ、はい、俺も無理だね。分数で出されちゃったらもう分かんないですよ。俺もマジで分数出されたら俺リニアで逃げるから。乗ります、それぐらいして名古屋まで。その分な、生き方をな、はい、ああ、はい、生き方を教えてるから。そんな力強く言うほどは教えてない。生き方、生き方ばっかり。以上の地域の方、この時間の場から、また来週も聞いてください。お相手有吉弘行と、いえアルコ&ピース平子と、吉田草薙草薙でした。聞ける方引き続き。2024年3月31日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子と宮下草薙草薙です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリームでございます。今日は本番前にね、はい、平子君と草薙君から、はい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 、ちょっと早めのお誕生日プレゼント、はい、あ、誕生日ちょっと似合うかなと思って、ドキドキ。いや誕生日じゃない、次の時には来てきますんで、はい、お楽しみにして。ごめんなさい、誕生日じゃないですね。察し悪いな。あのちょっとね、2ヶ月早めの、いや実は5月31日。いや、おめでとうございますと僕ら言いましたけど、はい、大体わかるじゃないですか。いや、お子さんのね、 T シャツかな、T シャツじゃないです。お子さんの、お子さんのお祝いを、あのお買い物クラブの3人、あのね、タイムマシン3号の山本と僕と草薙からということで、はい、はい、なんだよそれ、なんだよそれじゃないです。なんすか、なんだよそれ。嘘しくないよ、あげてんだから。あんたにあげてんの。子供ばっかりか。いや、それそうでしょ今。俺だって愛されたいな。ずっちーな。そういうところに使うあれじゃない。ずっちーはないですよ。あなたの子供ですからね。そうですか。はい。すみません、ありがとうございます。いや、もう。いやもう各所からね、いろいろ本当にはい、たくさんいただいて。はい。ああ感謝感謝でございますけどね。ちょっと かぶっちゃうでしょうけど、いやもちろんね、いろいろとね、はい、あのでもまあでも大体みんなやっぱりあの手この手で、はいはい、なんかみんなずらしてくれてて、はい、ああそうですか、ああありがたいことで、またベビー用品なんかもね、汚れ物なんで何枚あってもね、何枚あってもね、本当に助かってますけど、はい、1日何回着替えるんだろうなっていうぐらい着替えるんですかね。いやそうですよね、汗もかくし、ゲップ一つでもね汚れちゃったりしますしね。ゲップしたら牛乳吐くんだもん。はい、はい、牛乳じゃミルクね。ミルクね。あれ牛乳じゃないです。びっくりですよね。うん、ちゃんとゲップする時もあればね、はい、うん、ゲップとともにゲロ入ってる時は、はい、あれが大変なんだってね、赤ちゃんは。だからそのために服着替えないと、ゲップしなきゃいけないですよね。あ、そうなんですよ、なかなか。まあでも今日それほらお祝いもらったから、はい、多少ねお祝い、いやいいですよお返しはって言われても、ちょっとね、はいはい、まあ、気持ち程度のやっぱりちょっと、はい、お返ししなきゃななんて思うから、やっとね、あの奥さんも1ヶ月ぐらい経ったんで、だいぶね体調も戻ってきたんで、じゃあそろそろいろいろやろうかなって考えて、はい、いろいろやってたらもうカード残高いやいや使用限度額、いや今日も朝から限度額超えちゃって、やめてください、やめてください、もうすぐカードガチャ電話して、あげてください、限度額上げろ、いや上げてくださいよ、それはそうですよ、お前来たくなかったよ、そんなお前限度額達しちゃった、お前大騒ぎだよ、お前。いやそれはもうなんか使い放題、聞いたことないですけど使い放題みたいなやつにしといてくださいよ、わかんないですけど、本当にもうなんかでも結構使える枠、はいはい、広げてる方のカードもあって、うんうん、はいはい、それさ、それもダメでさ、ほうほうほう、あれおかしいなと思ってさ、はい、すぐなんか後でメール来ててさ、はい、それ気づかなかったんだけどさ、はい、さっきまで、はい、この手口で最近詐欺が非常に増えてて、だから一回そこでメールで、うん、自分ですか違いますか、はい、で押して、はい、うん、
それでその後もう一回15分後ぐらいに解除になりますんで、はい、もう一回買ってくれっつって、はいあはい、それ気づかなくてさ、はい、もう今日もずっとそこ電話してたけど、今日はでもコールセンター休みですよ、ね、あ日曜日で。なんか急に今までと違うリズムの買い物で急にパーンと高い買い物するとあれこれおかしいぞってカードの方がね認識しちゃうんですよね。だから俺が買うようなもんなお菓子とかさ、はい、買ってるおかしいぞなんだこれ絶対詐欺だろうお前こんなの買わねえだろうと悔しい悔しい限度額だしいや悔しい俺聞きたくなかったなブラックカードで止められたみたいな。ブラックカード使えみたいなね。はい。全然普通にもう朝から大騒ぎ。なんでだよこれ。なんでだよ。おかしいよ。レジの前で。なんでだよ。現状なくても。情けないっすね。情けない。ごめんなさい。そうですよね。振ってないっす。ごめんなさい。たまたま被っちゃってごめんなさい。違います。ちなみに今夜のメールテーマはね。はい。フリー、はい、うん、何でもいいんで、うん、よこしてください、はい、届いております、うん、ラジオネーム、ま、フリーの時こそセンスが問われるというね、まあちょっと難しいですけど ね、はい、ラジオネーム一匹やり F サイン草薙、はい、有吉さんが俺ら高卒って言った時なんで無言だったんだ後ろめたく思うなよすいません高校出てなくても奥稼いでるって自慢してやれ胸を張れだっていや奥稼いでないですしそうなあのはいお前 何卒僕中卒でおちょっとあ悪かったなちょっと学歴マウント取っちゃって高卒そんな聞いたことないっすね高卒マウントはそこは全然悔しくなかったそうだごい初めて聞いたな高卒の学歴マウントお前中卒だったのいや本当にどっちも一緒だよ一緒ですよねラジオネーム論より職人大ライス FM 長野一言添えられるワングランプリ僕ならオールスター感謝祭のエンディングでいやー今回は鳥肌がスタンドアップした放送でしたね使われません粗品の優勝で盛り上がったDreamer Live on air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer Sunday Night Dreamer メール来ております、ラジオの黒羊 FM 群馬わかるなゲップしたらゲロ吐いちゃうし屁したら漏らしちゃうしまあ、人間年取ったら赤子に帰りますねしっかりしろよしっかりしてくれよ本当によ赤ちゃんの話をしたんですよ我々は成人男性の赤子帰りの話聞いてないんだよラジオネーム真面目な童貞 FM サイン僕は今日テレビ台買いましたこれまでは正方形の小さい冷蔵庫の上にテレビを置いておりプレステ4やスイッチの置き場所に困っていたんですがテレビ台は収納がついているので QOL、まあ、クオリティオブライフでしょうかねが向上しました、うん、テレビ台がある生活想像以上に快適うるせえうれしいんだろう嬉しかったんだなそうでしょうねそうだよなそうあれ草薙んちゃもう大体何でも揃ってんの松崎みたいなことはないんだろう一応一昨年ぐらいに一通り揃えて、うん、揃えてる、はい、今なんか欲しいものって言ったら何なのなんか家電みたいなもんでああいう生活必需品みたいなもんで、うん炊飯器はあるの？炊飯器持ってないです。あ、炊飯器ない。はい、炊飯器欲しいですね。ああ、炊飯器な。今炊飯器高いからな、結構。ね、いいやつね。ああ、ただめっちゃうまいよな、美味しいですね。米かな。はい、おお、うまい全然。いろんなの出てます、ね。ああ、
まあ、いっぱい多機能はいらないと思うね。でも、はい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 、結局使うのはね、うん、普通のやつ、うん、そうですね。あとは冷蔵庫は普通、冷蔵庫でも本当に製氷機ですね。なんかこう言ってたな、製氷機欲しいのが本当欲しいなっていう、はい、言ってたな、そうだ、ね、言ってた、はい、肉凍らせる冷蔵庫はいらないの、肉だけの冷凍あの、あったら便利ですね肉だけじゃなくていいんですよ、別に入れるもの自由ですから。お前家のさ、はい、ま、部屋さ、はい、下コンクリ製氷機で肉凍らす店じゃないの、お前家。憧れますね、はい、続いてハラスでございます。世の中が対応していく中でハラスメントの定義がすごく複雑になっております。この時間は弁護士有吉がハラスメントに関する質問に答えていきます、はい、ラジオの三平 FM 長野、大切な君へ、君の活躍は何よりも刺激になった、君の優しさは何より癒しになった、君の励ましは何よりも救いになった、良い時も悪い時もどんな時も心はいつもそばにいたよね、ようやくたどり着いた夢の舞台、私らしく精一杯戦ってくるよ、苦しくても逃げずにちゃんと戦ってくるから、大舞台を前に君に伝えたかったこと、ありがとうの感謝の気持ちを込めて。これは塩田玲子さんがブログに書いてしまった最高のラブポエムですが、12年経った今この大傑作を書き起こしてラジオに送る行為はハラスメントにはなりませんなります、これ何、重大なハラスメント行為です。いやいや、素晴らしい文章ですよねえ、塩田玲子さんね、こうはなりたくないもんですね。いや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 、何言ってんですか。浜村節がこれ、いや、だから浜村淳さんそんなんでした何でもそれで逃げられると思ったら大間違いですよラジオネーム穴なしからし連呼、福島 FM、 笑っていいとの最終回から10年を迎え、ネット上ではあれからもう10年か、懐かしい、最終回を安易に語るなといったコメントが数多く見られました。これはアンミカ長野のような最近出てきた芸能人のノリについていけない自分を認められないおっさんによる思い出補正ハラスメントですか。よくわかんない。誰を言った、誰をね見下げてんのかがわかんないですね。ああ、なるほどね。大丈夫な、カンパチ太郎 FM 岡山。無職でやることがないので、貧乏でもできるランニングをしていた際、ちょうどいいコーナーを見つけたので、レーサー気分で、コーナーギリギリ攻めていたらガードレールに右の脇腹をぶつけてグフッというクソジジイみたいな叫び声とともにその場でうずくまってしまいました。有吉さん、これは労働災害ですか絶対違います。労災ってはい、はい、ねえ、どう降りるのかね、降りるのか、うん、あ、番組中になんか結構どうなんですかね、あるのかな、確かに、そうですね、あ、でも多分出してくれるよね、うん、番組内で、そう、そうでしょう ね、はい、ね、そうだよね、このラジオで怪我した場合はどうするんだろうね、労働災害絶対出ないと思うよ、確かに出ないですか、うん、まあ、証拠もないしね、え、怪我させるんですか怪我することないでしょ、この座って喋ってるうちは。いや、なんかでさ、はいはい、いや、草薙ほら、ちょっとあれや、縄跳びちょっとやってみろよって言ってさ、やらせてさ、はい、足グイーってなっちゃってさ、うん、せやで、ね、一、うん、週間仕事で行きません、みたいになったら、うんうん、どうすったらね、俺絶対払わないよ。それがありよいっす。なんで俺が払わなきゃいけねえんだよ。いやいや、曲なのか。曲この番組で。いや、辻君絶対払わないよ。自分の責任になるの嫌だもん。辻さんが払う、いや、有吉さんがやらしたんでしょってなってそんなまあでもこの番組だったら僕は黙ってますあ足パンパンなのに汗垂らしながら大丈夫です俺言いますよ、帰り言った方がいいぞって思うちょっとおい、これ尻尾かい、いやいやかっこよくないよ開こう
ウェルネス寄ってやれ。いや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 、ウェルネスや。そんなんじゃ済まないですよ。ラジオネーム、ロンより証拠の大レース、FM 長野。公園で、鳩の餌を横取りしていると、じじいから、おい、てめえ何やってんだ、恥を知れと、怒鳴られたので、鳩に餌やるだけで人生が終わる奴に言われてくれこっちは、生きるために必死なんだよと反論しました。じじいは、僕の胸ぐらをつかむ。そんなに食いてえならな、たらふく食わせてやるよと言って、僕の口に鳩の餌を流し込みました。これは立派な大食いハラスメントだと思うんですが、中村雄二さん、僕は大食いバトルに出た方がいいですか。めちゃくちゃ聞いてる。地獄だよ。地獄のメールだな。ハトに餌やるだけで人生終わるやつに言われたくねえよ。地獄で地獄だ。地獄の喧嘩。地獄の喧嘩してること多いよな。よくないよ。そうですね。駅とかでも街とかでも大体は地獄同士が喧嘩してるよな。はいはい、そうですよね。地獄同士が勝ち合っちゃうと地獄の喧嘩になるからね。そりゃそうだな。常識じゃん、普通しないもんな、うん、街で喧嘩。どっちか一人でも常識があったらね。ラジオネームハリケーンミキサブロー広島 FM、先日電車内で女子高生の集団と隣になり緊張しつつじっとしていると女子高生の一人がこちらを見てくそくさキモと言ってきました。それ以降動悸が止まらないんですがこれはパワハラですかそれとも恋ですかどっちかって言って恋じゃないかな。恋でしょうね。もう恋だろうな。俺はもうよくまあ電車乗るけどさ、はい、もうまず座らないね。はい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 。うん、最近。はいはいはい。うん、もう隣に来られるのも嫌だし、隣に座るのも嫌だし。はいはいはい。あとやっぱり近くに女の人がいたらもうちょっと。釣り革2個ぐらい移動しちゃうな、俺。わかります。怖くてな。何あるかわかんない。で、座ってて、普通に座っててもなんか、顔ね、割られて、そう。あいつなんか譲ってなかったぞ、みたいな変な言いがかりね、されないように。もう電車もずーっと立ちっぱなしだ、俺。はい。座りづらいですね、確かに。もうションベンもそのまんま。ションベンはそのまんまにしちゃダメですね。じゃあ言われますよ。もっと言われます。あいつ、電車でションベンしてたぞ。言われなきゃいけない。心配してくれよ。言うでしょ。心配が先だろ。せちがないな、お前。俺が立ってションベン垂れ流してんのに。なんだあいつっていうの。心配してくれよ。大丈夫ですかとならないですよ。なんでだよ、おかしいだろ、世の中。立ってんだもん。安倍貞夫かよ、俺。いやいや、そんな、全然内容違う。本当に。以上です。日記。皆さんの日記を盗み読みしております。ラジオネーム三平、FM 長野。鬱陶しい上司が、忙しいな俺が二人いればいいんだけどな言ってたが、もしあいつが二人いたら、どんな手を使ってでも必ず一体消す。大丈夫ね、またぞ。FM 置いた。日曜日にホームセンター行くと、お父さんらしき人が運転する車の助手席で、娘さんが窓を全開に開けて、電子タバコ吸ってる姿を見た。俺の住んでる田舎でも、春の訪れを感じた。田舎っぽいな。確かにね。いいよね。電子タバコ。ラジオの赤い月、栃木。近所のラーメン屋のメニューに半チャーハンがあるんだが、普通のチャーハンがないので、半チャーハンの量の基準がわからない。レンゲ二口で食べ終える半チャーハンは果たして正しいのだろう。ちっちゃいな。半チャーハンってでも確かに。いろいろあるよね、はいはい、えこれで半チャーハン多いなっていう時とさ、あります、うん、えこれ小皿にこれ作り置きして冷たいチャーハン一口出てきたミニチャーハンみたいな、はいはいはい、仏様にあげるみたいなやつありますね。あれ何なの冷たいやつ。
チャーハンもさ、でも昼時、はい、そういう忙しい店はもうチャーハン最初に作っといて、もう一回フライパンで温め直すパターンあるじゃん。うんうんうん、そうですよね。あれがっかりするよな、わかるけどな。はい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 。一からやってほしいな。そうですよね。チャーハンってね。なあ。チャーハンってなんか不思議とね、ちゃんと食べたいっていう。うん、小皿のチャーハン食。以上です。Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしています。有吉さんでやないとドリーマー。今日はフリーでね、メールをお待ちしております。はい。ラジオナイスナイス。栃木。揚げ物などをするときに油を使うと洗い物が大変なので、先日ノンフライヤーを買いました。早速唐揚げを作ろうとしたんですが、ノンフライヤーであることを忘れて、油を注ぐとそこから油が漏れるわ、漏れるわ。あれですね、生きるのが辛いです。俺なんかもうそれこそ小さいフライヤーで、はい、俺串カツみたいなこと好きだわ。新時代からなんか小さいとんかつ、はい、あります、ね。即テーブルで揚げながら食べたら、はいはい、めっちゃ好き俺。いいだろ。いいだろ。はい、やってよ。やってよ。おすすめのをちょっと教えてもらえたら、はい、ぜひ、ラジオネーム黙るもぐら F 栃木平子さん、はい、平子さんは日本映画学校卒業ってことは専門学校卒ですか？エリートじゃないですか。そうだっけ。そうなんですよ、僕専門卒になっちゃうんで、あんま先輩にマウント取りたくないな。ならないでしょ。いやいや、ハラスメントにもならないです。これ聞いてくれないですね。弱いっすね。そうだっけ、日本映画学校卒業、はい、はい、横浜の、あ、横浜じゃないです、ね、その時新百合ヶ丘に移動して、あの、うちゃなんちゃんさんの時は横浜、まあ、そうだよね、僕らの時は新百合で、今もう亡くなっちゃったんですけど、大学になっちゃったんです。そう、あ、そうか、はい、俺も入ろうとしてたんだよ、あ、なんか前聞きましたね。そうそう、俺ももう高校2年生ぐらいから、はいはいはい、あ、なんかパンフレットを取り寄せたり、はい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 、でも学費払えないから俺なんかあるじゃん、なんか奨学金みたいなやつ、はいはいはい、あれで行って行こうかな、日本映画が、ああそうですか、うん、行ってたら多分どうかな、バカリズムとか一緒ぐらいか、一緒か一期上かぐらいでしょうね、多分ね、多分ね、そうだ、僕の3つ上がバカリさんの代、ああそう、はい、ああ、下だったの狩野英孝とか、狩野英孝な、はい、結構いるよね、はい、お茶のんちゃんさんに憧れて、うん、俺も行こうとして、うんうんうん、出川さんもねいらっしゃる、断念したな、履歴書難しいなと。いやいや、じゃあ履歴書、じゃあ無理っすね。じゃあダメですね。一回巨人の弟子でって感じだったね。いや、そうでもない。素晴らしい決断ですけど。いい加減にしろよ、本当に。あ、俺の中の浜村淳。何なんだ、俺淳。俺の淳。いや、毎週の有吉さんです。そういうラジオネーム、金のマンタ。FM 岩手。明日から、多くの新社会人が誕生しますね、うん、そうか、そんな皆さんに僕から一言アドバイスさせてください、うん、17回仕事を変えても僕はちゃんと生きてます。逆に言えば17回会社に入社しようと思えばできます。無理はするな、諦めも肝心だ、うん、なるほどね、まあそうだね、嫌だったら辞めればっていう手も、うんうんうん、ね、あるよね、うん、だからちょっと嫌だけど我慢したら良くなるっていうパターンもある、ね、ますね、これが難しい、あの時やめなくてよかったもありますからね、はい、やっぱそれぞれの考え方一つだから、こういう意見に簡単に左右されない方がいいね、やっぱ自分自身でこう見極めた方がいいかなというふうに思いますけどもね、ラジオネーム普通、シグリフ栃木、リニアは電磁石で動くので磁気の力で乗っているだけで血行が良くなり肩こりが改善されると自分は睨んでいます。
圧倒的な G に耐えてでも乗る利点はあるめっちゃポジティブ年配の人こそそうですよね。もう携帯とかめちゃくちゃになるじゃんじゃあもう時期でそうですよ、ね、曲2社で指切り幻満。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから有吉弘行と、アルコ&ピース平子と、宮下草薙草薙がお送りしています。ラジオネーム朝方人間、FM 宮崎。草野仁さんのエピソードが、ウィキペディアに載っていましたので抜粋します。中学時代は長崎県大会の陸上100メートルで優勝。高校時、100メートル11秒2。ソフトボール投げ、86メートルを記録。大学時代に相撲で、国体長崎県予選に参加。当時 77.5 キロの体で130キロの前年度優勝者を投げ優勝すごいわね。すごい。 NHK 新人時代には上司とアマチュアレスリングの取材に行き、お前もやってみろと言われ、関西大学の現役学生選手と対戦したところ未経験ながら勝利剣道2段の有段者、日頃からウエイトトレーニングを欠かさず、ベンチプレスでは100キロを超えると。リンゴを片手で握りつぶしたり分厚い電話帳を真っ二つに引きちぎったり、親指と人差し指でくるみを潰すこと草野さん恐ろしいです。親指と人差し指でくるみを潰すさ、ちょっと眉唾だけどどうかな。ここまで来ると都市伝説的な、ね、そうだね、確かにね。三股又蔵をね真っ二つに引き裂いたっていう話いやまだご存命ですいや草野さんはこういう話ですね。そうね、こういう、まあ、草野仁さんの語り部といえばもう浅草キッドさん。ああそうですよね、浅草キッドさんが、ね、はいはい、こういうことは得意で、確かに本の方にもね、書かれてました。男の星座ですかね、うん、コナめぐみと鶴太郎、お昼の帯番組を目指すためにと作られた企画です、はい、うん、そうなんですか。毎週聞いてますけど、よくわかりません、私も、まあ、ラジオっていうのはね、もう、はい、こうやってずっと続けてると、うん、初見のリスナーには何が何だか、うん、確かにね、コーナーありますけれども、ね、はい、まあ、それでもいいんじゃないでしょうか、はい、まあ、いずれこういうものは廃れていきます、うん、ラジオネームミスターキン、将棋をするめぐみと鶴太郎、しかし普通のルールでやるのは刺激がないからと、駒を取られるたびに服を一枚ずつ脱いでいく脱衣将棋をたしなむ。一進一退の攻防が繰り返され、ついにお互いパンツ一丁になったところで、めぐみが王手と叫び、将棋の王手と脱げる服がもうないことのダブル王手を言い渡す鶴太郎は将棋に負けるか裸になるかの二択を迫られ、持ち時間いっぱい考えた結果、手持ちの筆左右の乳首を隠し二筆失格なんとか裸は免れたあげよパンラジオネームレタスサンド F 栃木、運動不足の鶴太郎はヨガをやめてトレーニングジムに入会するジムには見たこともない機器が並び、使い方が全くわからない。鶴太郎はダンベルの円形部分だけを引っこ抜いて縦に並べ、見事
20メートルにも及ぶドミノを完成させる。なんか物足りないんだよな。その瞬間、ジムに入ってきためぐみがドミノに触れてしまい、バタバタと倒れるダンベルの円盤、その円盤の下敷きになってしまった鶴太郎。めぐみが心配して駆け寄る。あ、鶴さん大丈夫ですか。鶴太郎は粉々に砕けた自分を気にすることもなく、ドミノの最後のピースは自分自身だったとはな、一本取られたよと言って、満足した顔で病院に運ばれていきます。言ってんすか。トムとジェリーじゃないですか。レジオネクストドア FM 三重。お花見にやってきためぐみと鶴太郎と八代弁護士。鶴太郎、綺麗だね、この散り際の美しさ、とても僕の筆では表せないよねえ八代弁護士。八代、いやでも鶴さんなら見事に表現してくれるんじゃないですか。仲良く語らう二人をじとっと見つめながらビールを煽るめぐみ。八代弁護士、そんなしけた話してないでこっちで飲みましょうよ。苦笑いを浮かべつつ、桜の下で鶴太郎が瞑想に入った隙にめぐみの隣へ移動する八代。いやー、うまい。天下の昼帯の MC にお酌してもらえるなんて光栄ですよ。その後もこまめに二人の間を動き回り、なんとかご機嫌で帰っていく二人を見送った八代はようやくほっと安堵の息をつき、拗ねるおじさんのご機嫌取るために弁護士になったんじゃないんだけどな、苦いワンカップに口をつけるのであった。何ですか、何の話なんですかこれ。八代なんだよ。あのね、桜の木の下で瞑想する鶴太郎って、お前仏じゃないんだから。やめてくれよ本当に。もうあげよう。パン。もうラジオネームエスロー FM 長野。看護師を志して専門学校に通う俺と同級生のめぐみと鶴太郎、今日も放課後に3人でマクドナルドに来ていた。俺が優等生のめぐみに、ねえねえ、この前の看護学のレポートまだ終わってなくて、お願い、もう答え見せてとお願いすると、めぐみは、いや自分の力で解かないと現場に出て看護師になった時困るのはお前自身なんだよと怒鳴られてしまう。それを聞いてハッとした俺は、ごめん、めぐみの言う通りだよと反省していると、横から鶴ちゃんが、まあまあ二人ともまだ俺たち一年生じゃん、気楽に頑張ろうとアップルパイをおごってくれた。三人でアップルパイを頬張りながら、来月から病院への実習も始まるから頑張ろうねとお互いを励まし合う、そんな看護学生の春休みの日常を過ごしたい。過ごしたいって何ですか。お昼伸び番組目指すって言ってんの。まだ今田美桜とね、川口春奈とね、はい、広瀬すずのね、はいはい、3人なら分かるよ。ね、分かるよ、はいはい、エスローとね、はい、めぐみとね、病院入ってる方だろう。入ってくれよ。ラジオネーム三平 FM 長野。ある日、めぐみと鶴太郎が公園で相撲を取っていました。二人ともズブの素人ですが、体重60キロのめぐみと20キロの鶴太郎では大人と子供です。めぐみの出し投げを食らった鶴太郎は芝生を転がって池に落ちてしまいました。ゴルフでいう池ポチャです。すると池の中から神様が現れ、おい
お前が落としたのは金の流木かそれとも銀の流木かとめぐみに聞きました。驚いためぐみは正直に、今池に落ちたのは太田プロダクションの片岡鶴太郎だと伝えようとしましたが、ふとグリム童話の激アツ展開を思い出し、神様、私が落としたのは金の流木でも銀の流木でもなく、みっともない枯れ木の流木でございます答え、見事に金と銀の流木をゲットしたうわうわで家に帰りましたあの日以来、鶴太郎の姿を見た者は一人もいません投げる以上です。メール、ラジオの群馬のダモ福島 FM。 草の人志情報ですが、記者が記憶力も抜群なのですかと尋ねたら、草野は、あ、演習率は110桁ぐらい言えます中学1年生の時に教科書に載っててね、覚えました。今も記憶力のよりどころになってます。3.14159265358 と答えたら、記者に、ありがとうございます、まあ、お時間も限られてますんでと言われていました。恐るべしです。すげえな。すごいですね。草野さんと仕事、なかなか一緒になることないと思うけど、はい、草野さんと仕事するときは気をつけた方がいいのは、はい、草野さんは油断してるとすぐ楽屋に挨拶に来るから注意先に今日からしてしまう。今後失礼します。今日はどうぞよろしくお願いしますああしまったまた先に挨拶されてしまったというまず行かないとじゃそうそ う, そう、ね、まず先に行かない、草野さんの方が先に先手打ってくるから、そうですね、僕この間ご一緒して、あの僕は先にご挨拶させていただいたら、もうガッと立ち上がってお先にご挨拶いただいて大変申し訳ございません本日はよろしくお願いします。気をつけない。行ったら行ったでやっぱり返す刀でちょっと恐縮されてしまうところもあるんで、めっちゃいい人だね。うーん、それこそ浅草キッドさんの、ね、話で、笑い話で言うと、そんだけも優しくて力持ちで頭も良くて人柄もいい草野さんが、唯一芸能界で嫌いな人が三又又夫見事だけは許しませんよ何があったんだろう。すごいな面白いです ね, すごいですね、まあ、あの辺もまあシャレが効いてて草野さん面白いなっていうところですね最後短歌のコーナーです。5757 自分の感じたこと、日常の出来事、31文字に整理して表現してもらっております。ラジオのカンパチ太郎 FM 岡山。雨水をガブ飲みした後、豚肉を一枚食べて均衡を測る悪いもの悪いものってことですか、はい、危ないものに危ないものぶつけてるってこといやアウトだろう。ラジオのクロートチェリー FM 群馬。柔道は柔らかい道と書きますが、小外刈りで全治2ヶ月まあ、ね。ラジオの三平 FM 長野。チンチンにフレグランスを吹きつけてラフォーレ前に9時間座るなんだ、原宿なんだと思ってる。本当だよ匂いに誘われてギャルがそういう場所じゃないんで。じゃあミスターキン。人生の良かった瞬間思い出す。2分後には眠りについた悲しいね、いいことあるといいな。ラジオのアクセルライダー FM 長野。
夢日記、最近初めて読み返す。コボちゃんよりもつまらなかった。コボちゃん面白いよ。面白いですね。上田先生、上田先生でしたっけ？上田先生、はい、正しい先生ですかね。上田先生すごいよね、コボちゃんとか。すごいですよ、面白いです、ね。ああいうお話続けるっていうこと相当すごいことだよね。はい、たまに謎回があってネットでこれどういう意味なんだろうみたいな感じで、ね、そういう時はあるよね。いやそれこそスベソン、スベソンジジイ、ほらスベソンジジイだっけ、ズラのズラのヒゲのスベヒゲジジイ、スベソン、あ、ヤクさん、ヤクさんがさ、なんでスベソンが出てヤクが出ないの、名前で呼んでおかしいだろう。こっちのセリフでスベソンね、スベソンジジイさ、あの日刊スポーツのさ、はい、野球のもね、はい、いつも一言、はいはい、ずっと続けてて、はい、この前ね、はい、あの卒業されてた、はい、あれもすごいよね、だってあれただ野球のニュース書けばいいんや、やっぱジョークを入れなきゃいけないっていうところがね、はい、やっぱすごいと思う ね、 ね、アイデアが毎日毎日毎日アイデアがいるっていう、毎日やることって何にせよすごいですね。いやすごいと思うよ、本当に人たちは結構そういう鉄人だよね、尊敬しますよ、本当にスベンソンジジイ。尊敬してねえじゃん。ラジオネーム忍師匠 FM 山形。残業で遅れて食事をしてようが愛犬のクソは私が取ります。いやまあそうだ、最後育ててんの。ラジオネームレタスサンド FM 栃木。終電を乗り過ごしても困らない、地球すべてが僕の家だから。全然良くないです。これは良くないですね。まあ、まあそうですね。元 GQ 編集長の鈴木さんがね、はいはいはい、マンション、僕はマンション暮らしだよって、はあはあ、一軒家のとこじゃないんですね、はいはい、もう街がもう僕の家みたいなもんだからっておっしゃってました。はあ、喫茶店に僕の行き、はい、ね、あのコーヒー飲むとこから喫茶店、はいはい、もう、ま、全部街がもう僕の家だと思ってるからって言って、はあ、ほぼ近いですか、いやそうですね、でも分かりますね。でも鈴木さんが言うとかっこよかったんだよな、はい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 、はい、確かに、はい、広い家に住む必要ないじゃないっつって、ああなるほど、だって街がもう全部僕の家だと思えばいいんだから、はあ、かっこいいなと思った。いや確かにね、広いベランダなんていらないよ、うん、素敵な公園があるじゃない。あやっぱ鈴木さんかっこいい。いいですね、はい、なるほど、尊敬します私、鈴木さんは。ラジオの三平 FM 長野。明日の夜6畳一間のアパートに競馬仲間が七人も来る。いやの競馬仲間ろくなことにならない、本当に。以上です。さあ有吉弘行のサンデーナイトドリーム、お別れの時間が近づいております、はい、お二人もラストという、はい、1ヶ月間お疲れ様、はい、ありがとうございました。5回ありましたしね、うん、はい、あと変なおばさんとかね、ゲストゲストがね、変なおばさんとか、はい、変なおじさんが、いやいや変なおばさん、変ではなかった、はい、素敵なおばさんと素敵なおじさん、はい、変なおばさんね、相当言われましたね。変、全然変じゃなかったです。僕らみたいな顔してるね。死になさい。死になさいは言われてないですよ。貸さないでください。今日はね、そうね、めぐみと鶴太郎のコーナーのミスター金、うん、将棋をするめぐみと鶴太郎、最後手持ちの筆、左右の乳首を隠して二筆しかこれもう二度とこういうの送ってこないでくださいね。今回はあげます。若槻千夏社長から預かっております、グッズ差し上げます。メール、ラジオネーム負けても官軍 FM 秋田。草薙さん、はい、学歴以外で平子さんにマウント取れるとこありませんか、さすがに不憫でなりませんと。なんか平子にマウント、実家が金持ちとそんなない、そんなでもない、そんなでもない、食えますけどね、僕の多分。食える、あ、量、量を食えます。あ、はい、寿司は、寿司、エビ、寿司のエビ、エビはアレルギーなんですけど。
まんまとだな。もしかしてって俺も振ってみたらまんまとだからね。まだまだ神様が味方してますね、草薙くん。私もまだまだ捨てたもんじゃないなと思いますね。見捨てられてないなと思いますからね。ラジオネーム群馬のダムを福島 FM。 リニアに乗るにはいくらかかるのかなと思い調べたら、東京から名古屋までは11,480円、東京から大阪までは15,720円でした。ちょっと僕のお小遣いからしたら高めですが、リニアができるまで毎日親の手伝いをして大人のお金貯めようと。しっかりしたね、お前。じゃない働かないんだよ。なんで働かないの？嫌なの？嫌だよな。誰も働いてないじゃない。それでいいよ。親と一緒に死ね。紳士ですらあればね、いいっていうね。紳士であればいい。というわけでお相手は有吉弘行とアルコ&ピース平子と宮下草薙でした。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。